北京地下鉄4号線は、中華人民共和国北京市豊台区の公駅、西橋駅から、海淀区の安価京北駅までを結ぶ北京系、港地鉄有限公師の地下鉄路線である。4号線は、北京市を南北に貫く、地下鉄の一つである。全長 28.2km24 の駅があり、北京市の中心市街地にある主要箇所を結ぶ。聖火大学。 北京大学、中国人民大学等の国家重点大学が集中する北京屈指の文京地区、北京のシリコンバレーと称される中間村のほか、繁華街や観光地を直結する極めて特色的な路線である。2010年12月30日に南側の終点である公駅西橋駅から延伸する形で対抗線が開業して直通運転を開始した。 大阪市営地下鉄御堂筋線と同様に、公益西橋駅から対抗線に直通する大運転と、公益西橋駅で折り返す小運転がそれぞれ運転されている。4号線は、香港鉄路有限公師と、北京市政府の関連会社である、北京市基礎接種投資有限講師、北京市と創業集団有限講師と投資を行うため企業を共同事業体を結成して、建設をした。 地下鉄で中国本土で初の民間資本を導入した路線である。2005年2月7日に北京市との間で30年間のボットに合意し、2005年4月8日には北京市軌道交通建設管理有限公司との間で4号線の路線及び起電工事の受け負い契約を締結した。香港鉄路の子会社である香港 MTR と同様に4号線は 車内や駅構内での飲食が禁止されている。これは直通先である対向線のほか14号線、16号線にも適用される。北京地下鉄4号線の路線図。ありがとうございます。